どうした？がっかりして。いやいや、僕結構嬉しいですけどね。とっととうるせえ3年も消えてよ。最高じゃねえかよ。チームは俺のために、俺は俺のために練習させてもらうよ。で、しかしまだ次の大会はね、時間がある。そうだな。え、合宿？ちょ、僕聞いてないですよ。初見殺しじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。僕が合宿何したらいいんですか。ちょ、僕素振りとかしちゃって。あ、そうだ、ここで僕の実力を見せる時が来ましたか。僕めっちゃ下手なんでとても不安なんですけど、まあ、一応頑張りますわ。これ球が遅えんだよ、ほんと。このパープル98。よしよしよし。ただね、よしよし。なんで、くーこいつ変化球バンバン投げてきやがる。よしよしよし。いや、さすがに0点はねよろしくない。よしな、ストレート。よしよしよし。あのね、球があのミートカーソルのとこでこう白いのが見えた時に振るのがいいって。こいつ球クソ速えじゃん、140キロって。よし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 。まあちょっと柵越え第一なのに柵を越えないっていうのはちょっとあれだけど、物足りないけど、まあいいんじゃない。あの、世の中にはびこるパワプロエリートほどじゃねえけど、まあ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 、いいと思うよ。あ、しかし能力が上がらなかったな今。いやでもパーク 10% だろ。ボール、いや、ボール拾いでも 5% 怪我したらもうダメじゃねえかよそれ。勉強させてもらえねえんだけど。しかしもうふざけんなよ。ただ合宿なのに休めるってのはちょっといいね。どうしようかな、ちょっと走り込みしてくれよ。いや俺ほんとチームのためにさ、俺球拾いてえんだよ。ほらやば、みんなの評価上がってんじゃん、球拾いしたら。なん、俺の何が気に入らなかったの。ちょっと勉学に励むわ。勉学に励まねえとさ、ちょっとテスト始まった時に恥かいちゃうから。金婚観光どうしたの、これからどうしようかな。あー、お姉様あら、いらっしゃい。今日はどうしたの。いや、ちょっとあの体がすぐに、おお、マッサージしてください。いや、なんだって体中が凝っていて練習中もだるいです。そうなんですよ、凝ってるんです。お願いします、お姉様。けど手に持ってる奇妙な女は何ざんすか。あ、これ大丈夫大丈夫。え、なんだ、む、え、まさか体のこれを感じなくなったけど熱くなってきた。ん、実験、医学の進歩、こいつ何だったんだ今の。大丈夫博士みたいなイベントだったな、全然覚えてねえ。まあいいや。3年生はこの日から思って、オッケー、消えろ消えろ、お前らいつまでいたんだよ。むしろいなくなったと思ったわ。猫だ、あ、あの、この怖い人っすね。いや全然いいっすけどね、僕には関係ないんで。で、お前ならこのチームを甲子園に導いてくれると俺信じている、キャプテン。そうだな、一緒に行こう猫だ。俺をただレギュラーにしろ早く。望月キャプテンが引退してキャッチャーが足りなくなった。お、いるじゃねえか、キャッチャーなら。あそこにあの紀藤くんっていうキャッチャーとかファーストね、あのヤンキーを誘ってやってやろうじゃねえか。さあ、あの、僕は勉学にまずは励みますよ。勉学第一、少し練習していこうかな。お、いやいや帰りますよ、何言ってんすか。僕効率主義者なんで。お、紀藤くん頼むよ、うちの野球キャッチャー足りないんだ、頼むよ。 お前だよ。よし分かった、気が向いたらな。お前さ、その車に構えてるのダセーぞ、素直になれ。遅いぞペロジーニョ、その声は気分乗りまくってんじゃん。そんな君素直なの、そんな素直な子だったっけ。もうしゃあないから野球部に入ってやったんや。なんかちょっと関西弁やな。で、元野球部の紀藤がチームに加わり、どうにか秋季大会、用意が整ったということで、
いやでも僕試合に出れるんですかね。これだけチームにのために身を粉にして働いてきたんですよ。僕玉拾いしまくってきたんですけど、だって玉拾いさ、まず試合に出たいじゃん。まずはね、よーしな、ほらこうやってね、まずは媚びを売るのよ。俺は社会よ、社会。俺は社会で学んだ。社会で俺は媚びを売らないことを信条にしてたけど、そんなもんクソだよ。媚び売ってなんぼだから。なんでこんなに怪我すんの、ね、教えてくれ。ストレッチしよう、ストレッチ。街でドカ、お来たな、こいつが清流高校の滝本ですね。いやこれがね、このシリーズライバルなんですよ。そうだ、でも最近ね、この滝本ね、最近のパワープロだったら普通に出てきてる。この時はね、まだここからね、向こう10年くらいは全然マイナーキャラだったんだよ、こいつって。98やったやつくらいしか知らないみたいな。でお前のような名もない生徒とは、学校の生徒とはわけが違うんだ。何バカなこと言ってんだ、お前。俺のパワーを知らねえからそんなこと言ってんだ。そうだな。でもね、滝本くん残念ながらね、ペロジーニョと違ってミートカーソルでけえんだよ。ブーン、カキーン、ブーン。はっはっは、まだまだ俺の相手じゃないな。しかしな、お前は飛距離がない、ね、この俺がお前をガツンというね、あれしてやるよ。しかしあのスイングだろ、もしポールに全部ミートしていたとしたら、ああお前なんか話になんねえってことだ。分かったら消えろ、カス。で、ちょっとまあ、ちょっとあれしましょう、走り込みしましょう。タフさがないとね、練習できないんで、僕の大好きな。来ましたね。お、さっき負けた稲刈り高校ね、僕がね手本見せてあげますよ。勝ち方を教えてあげますよ、この僕がね。さあ、どうせ君が投げるのはストレートだけだ。ダニー！いやいや、でもいいスイング、グッドスイング、グッドスイングね。これしかしあれだね、ミートをくっそやってくれるね。このスローボールを投げられるとちょっとまずい。よし、ん、大丈夫か、全然ダメじゃん。いやいやいや、悪くねいやいや、ペロジーニョ、あと今のねパワー A だったらホームランいってるから。ホームランいつの間にかを14本も打ってんじゃん、ペロジーニョ。しかし今日初試合なのに、くっそー、ちょっと待て、つアウト。いや大丈夫、ね、野球っていうのは3打席に1回打てればいいんだよ。1本ヒット打てば勝ち。パワープロの、YouTube にはびこるパワープロマシーンが打ちすぎなだけで。くっそマジ変化球投げてくんなよなあ。ストレート1本どこ振ってんだよこのカス。いや怒られる、ちょっとこれ以上恥かきたくない。くっそマジで遅え。いやーよしくっそ恥ずかしいけど、仕方ない、こればかりは。まあ望月キャプテン見てましたか。これが勝ち方ってやつですよ。いや1打席目もな、もうちょっとパワーがあったら柵越えてたんだけど、まあしゃあねえか、うん、ということでちょっと疲れを取ってまあ試合ですか、山手学院。まあこいつもボコボコにしてあげましょう。